岩崎城、忠義比庭始終は、安土桃山時代の武将、徳川氏の家臣、尾張国防を示せ、本城主。始終は、小牧、長久手の戦いで、徳川家康に従軍、出陣した兄、庭棺に代わって、尾張岩崎城を主営。闘争をわずらっていたが、豊臣秀吉軍、池田恒大きらが率いる三河紀州部隊が城の前を、 通過すると、ミスゴスは松台までの恥。敵の動きを、小牧さんはいまだ知らないであろう。我らが敵を食い止め討ち死にすれば、必ず、小幡城には聞こえる。また、小牧にも知らせが届こう。御恩を報ずるのは、今日の一戦にあると、城兵239人に討ち死に覚悟で一戦を、命じた。池田隊は、小木の岩崎城に構わずに進軍するつもりだったが、 岩崎城からの攻撃に応戦した。池田軍の工場隊を三度にわたり撃退するなどよく戦ったが、新手として現れた。森長吉軍の銃撃にひるんだ隙に打ち取られた。去年16、始終の内ち死にを知った、榊木原康政は始終度の以下、ご立派な最後。あだは、この一戦で必ず打ち果たしましょうぞと、質疑に伝令を送った。 安政の伝令に死従の2、質疑は安政殿のお心遣いに痛み入ります。あだは必ず打ち果たします。と応答したという。この一戦は、秀吉軍の中入り部隊を足止めし、小牧、長久手の戦いの織田、徳川軍の勝利に貢献したとされる。昭和30年代、能美平野と周辺の中世上官、服部秀夫、2020年1月4日閲覧。 広報統合2016年1月号、街角荒かると岩崎城と坊寺本城をつなぐ、統合町、2016年5月7日閲覧、岩崎城の戦い、岩崎城歴史記念館、2016年5月7日閲覧、長久手市、長久手古戦場物語、長久手市、2016年5月7日閲覧、河村真嗣、徳川四天皇、 家康に天下を取らせた男たち PHP 研究所 PHP 文庫が22から32014年 ISBN9 兆7845億6976万1930ありがとうございます